はいどうも、なおちんです。さあ今日はマインクラフトダンジョンズの新しい情報が出てたので見ていきたいと思います。クラウドセーブがついにマインクラフトダンジョンに登場。今回の記事の画像がこういう風になってます。これ画像だけじゃなくってマインクラフトの YouTube 公式アカウント、そっちの方で動画もね、2分ぐらいだったかな、2分ぐらいの動画が発表されてます。2ヶ月前ぐらいにやってたね、その動画が結構かっこいい仕上がりになってるので、そっちの動画も見てみてください。クラウドセーブがついにマインクラフトダンジョンズに実装されます。5月5日に公開されるこの無料アップデートでは、新しいクロスプラットフォーム機能としてクラウドセーブが導入されます。この機能を使用すると、異なるプラットフォーム間でゲームをセーブできるようになり、対応する全デバイスでセーブデータを共有してプレイすることができます。クラウドセーブは全てのプラットフォームで利用可能です。これってあれだよね、俺はプレステ4で今やってるんだけども、スイッチの方でやっても今のデータが引き継がれるということでしょ。大体は多分スイッチの方がプレイヤーは多いと思うのよ。なのでそっちに移ってもいいよね。まあ両方でやってもいいのか。で、マルチプレイって俺ほぼほぼやったことないのよ。まあほぼっていうかもうゼロだね。全くやったことないので、このマルチプレイがもうちょっとね、楽しめるようになればいいかなと思ってます。今マルチプレイって、ノラがないでしょ。知らない人とマッチングされるっていうのがなくって、フレンドとやる形なんで、これ、ノラがね、出てくれば、もっと俺は楽しくなると思うんだけど、まあ、おそらく今後のアップデートで、こう、ノラでマッチングするっていうのも出てくるんじゃないでしょうか。でもまあ、今はね、フレンドの人とのみ、マルチプレイができるようになっているので、この、プレステ、そしてスイッチ、PC と、行き来できるようになるっていうのは、すごくいいことだよね。はい、ということで今日はマインクラフトダンジョンズの新しい記事を見ていきました。5月5日無料アップデートされまして、異なるプラットフォーム間でのゲームをセーブできるようになったということだね。なのでプレステ4で、マルチプレイをするときはプレステ4のフレンドで、スイッチでやるときにはスイッチのフレンドと、まあ、いろんな人とマルチプレイができるようになったっていうことだね。まあ今後、ノラでのマルチプレイっていうのもおそらく実装されると思うので、今後にもまたね、期待していきたいと思います。おそらく夏頃になるかな。新しくアップデートも来ると思うのよ。夏休みぐらいにかけてね。で、そこでまたね、新しい機能なんかが出てくると思うので、まあマインクラフトダンジョンズ、今後にも期待ができるゲームとなってます。でもまだ俺ね、今回アップデートの黄金装備、まだまだ入手してる途中なので、頑張って実況していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。